楽屋が11時から9時やで。これで一本行きましょう。ユージャーのタクトムで一本。いやいいですか。取ってみる。ユニフォーム間違えて、パラグアイサンブリーグウマイタフットボールクラブのユニフォーム。スラスラスラ。ここは何で行くの？バシャル。青青青。この状態から青だけ。青だけ。青だけ。これほんまに取れたんだ。すごいね、やっぱり何芸人さんだね。岡田さん、顔さしたっておっしゃいましたね。今日、僕電車座ってました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。筋肉痛はどうですか？筋肉痛はなんとか治ったんですけど、やっぱりその4連敗とか、はい、ピッチ濡れてるとか朝早いっていうのがあって、ヘルペスできました。ストレスで、まあ、今日勝ちたいと思います。やりましょう。もう、いやもう完璧に治りました。どこが？なんかちょっとだけ治ってるな。ちょっとだけ治ってる。完璧に声治って、今日多分やばいっす、これ。超回復みたいなのして、点決めます、これ。おはようございます。岡田さん、顔さしたっておっしゃいましたね、はい、今日、僕電車座ってました、はい、中学生5人組ぐらい、はい、僕の前に座りました、はい、で、サッカーの格好してるやつ、はい、で、僕イヤホンして、はい、本読んでたんですけど、はい、なんかめちゃくちゃこっち見てくる、はい、これはと思って、イヤホン外しました、はい。今、このご時世、窓、電車開いてるじゃないですか。風でおでこ出てただけでした。笑われてた。こんなことあるか。朝から笑われてたよ。顔、前のせいで俺一瞬顔刺したと思っちゃった。すいません。いい加減にしてくれよ。すいません。じゃあ。おはようございます。おはようございます。なんか、昨日、東京で一番人気っていうところ行ってきて、合宿から中2日やったんで、行ってきたんですけど、とりあえずお土産あげるんで、すいません。はい、どうぞ。一番人気なんですよ、一番。なんて言うの？ちょっと、ディズニー、ちょっと待ってください。そっちの方が人気なんですか？散歩やったら、こっちディズニーとかじゃない？そこはな、分からんけど。騙された。誰に三浦さんが、三浦がか、いや幼少期から行ってるって言ってたんで、地元八王子なんで行ってたんで、うん、一番いいよとは言ったけど、騙された。騙してはないで、一番って言ってないから、いいよって、それ楽しいよって。騙された。あと僕、サンリオはすごくいいところだと思ってます。いいんですか？すごくいいところだと思って、僕は通りで楽しい。1位とか関係なく、僕の中では一番、はい、よかった。自分が行ってどう思ったかじゃん。楽しかったか楽しくなかったか。楽しかったです。ね、30分の余裕見るとね。おい、やっちゃいました。え、やってない、やってない。え、大丈夫です。いや、来てくれるだけでありがたい。違うんですよ。だいぶハードル低かった。充電切れて、買ってたんです。2800円で、買って、場所わかんないんで。あ、ここね。はい。ああ。すいませんでした。いや、そんないいよ。全然来てくれた方がいいよ。いいの。ちょっとそれやめてください、マジで。え、どういうこと？来てくれただけでいい。あ、嬉しいもんね。だって、来てくれる。嬉しい。なんかもっと怒ってよ。ちょっと待った。濡れちゃう。またお金かかっちゃう。汚れちゃう。そう。いいです。嫌です。そういう。そんな様子です。すごい嫌です。なんか嫌われてます。ちょっと嫌われたくなってます。嫌われてます。すいません、おはようございます。ちょっと待ってくださいよ。おはようございます。すいません、遅刻しました。すいません、本当に。遅刻侍。うー、おはようございます。おはようございます。トイレ、トイレ、トイレは？トイレです。
とうございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。やっと勝利の日が来ましたね。じゃあこれどうなってますか。11時まで、はい、11時まで楽屋が11時から11時から早くつきすぎました。9時やけど何倍も2時間到着1時間待ってました。到着1時間待った、はい、いや9時やけどめっちゃ早いです。ここら辺で待機らしいです。ここら辺ここら辺9時までいや車やん。車と一緒の車と一緒の待機の仕方です。それ2時間、2時間ここでこうやって喋る、はい、8でお願いします。8でこれで1本いきましょう。マジで駐車場立ち止めで1本いや、時間的には3本ぐらい取れるかもしれない。取れる？取れんの？取る？これ取ってみる？駐車場行きましょう。どうやった三浦は昨日はどうやった？あ、でも疲労回復しに整体行って完璧です。正直もう今残ってない。何も残ってないです。残ってない。まあ、で 9.8 割ぐらいまでは残ってるやん。 9.8 割、もうほぼ 0.2 割、何にも残ってない言うて 98% まで行きました。 2% この 2% このワイドのこの時間でワイドこのワイドこの時間で 2% 戻します。戻るの。そうそうそう、ね、それあとストレッチすればもうちょうど。マリン大丈夫な？いや、やっぱ初めての試合ですので、そうです、ちょっと不安が。ああ、やばい、ユニフォーム忘れた。それではいいよ、確認してください。確認せえよ、もうやめんでよ。あ、すいません。どうした？私、ユニフォーム間違えて、パラグアイ3部リーグ、ウマイタフットボールクラブのユニフォーム。スラスラスラ。あかんねえ。全然違うな。知らないですか、ウマイタフットボールクラブ。知らない。月1で原住民のチームと練習試合する。ウマイタ？原住民のチームが。練習なのそれ。そこと練習試合する。そうなの。その、これなんだ、メインスポンサーなのこれ。メインスポンサー、ティーゴ。ティーゴ。どういう会社？ティーゴは、ただの、携帯のチップの会社です。いや、すごい、すごい、ただのやれ、結構すごいよ。ちなみにもうこのティーゴがその日本のダゾーンみたいに今牛耳ってるんですよ。すごいよ。そうなんです、すごい会社なんですよ。スポンサーついてるんですよ。でも原住民と月一で練習させられる、させられるもんか。でも大丈夫、それ来たら出られへんみたいな。ある？ある？ちゃんと、ちゃんと。あ、やば、間違えた。間違えて、パラグアイのサッカーチーム、スポルティーボルケーニョのユニフォームも間違えたよ。もう高森わかんねえ。リーゴやリーゴやんか。すごリーゴすごいんすよ。リーゴ気になるわ。リーゴはうちついてもらわねえの。交渉交渉言うといてよ。リーゴちょっと言うといてよ。やるよ原住民と。おもろいバズり、めちゃくちゃおもろいじゃバズる。やりたいんですよ。おもろいおもろい。準備でやるか。やりますか。でも村長だけ車できますよ。別にいいよ。乗せてやれよ。村長だけしか車じゃないよ。ここは何で行くの？歩きで行くの？馬車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 で来てました。馬車で見たんですね。見てました、はい。ね、全然関係ない話なんですけど、いや、さっき、涼星さんと隣だったんですけど、バスの席が、ギャグしてくれまして、新しいギャグなんですけど、その新しいギャグっていうのは、逆スガイっていう逆スガイっていう、なんだそれ逆スガイっていうギャグ、あのスガイのことおそらくね、踏み人で逆で、そのギャグ、どういうギャグかっていうと、その、よく1000円渡すっていう1000円渡すっていうのをの逆で、涼星さんはなんかカメラ回ってないとこで普通に1000円あげるっていうギャグをされて、ちょっと困ってるっていう話なんですけど。お前ふざけんなよ。怒るよ。うわ、もう最悪こいつ。お前こんなお前空気にして俺と出さして変な空気にさせて先輩をこんな感じにさせるってどういうことか教えてやるよ。
落ちてるわ。落ちてるわ。どういうことか教えてやるよって言ってるさ。教えてやる。俺こんな空気させたことはどういうことか。教えてくれるんだ。行くぞ。まずソラ。まずソラ。まずソラね。まず車。車。まず車。まずソラ。人。人。これが集まったら、行くぞ。行かれへんのちゃうの。行けるか。行かれへんのちゃうまだ。行ってる行ってる行ってるわ行ってるわ。行った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 行ってもうた。行ってもうた。行っちゃった。行っちゃった。戻ってくれない。はい。ハンドル届かずバイク。ハンドル届かずバイク。危ないでかやないねんから。ちょっと危ない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 。はい。事故っても大丈夫。大丈夫じゃない。ハンドル終わったんじゃない。こうなるって言ってんだ。なるほどね。おかしいだろお前。今の一連で事故っていうことですか。お前うまいことすんなよ。うまいことすんなよ。すんなよ。うまいことできましたわ。はい、はい、いやよかったよ。よかった。おお、めちゃくちゃ良かった。やっぱお前力あるわ。すごい。あと一個あと。え？まだ？僕あの一回オーディションの時に、あのこの飛び出る笛やったんですよ。ああ、はいはいはい。もろかった。ねあの黄色で黄色だけ出すっていう。ちょっとね、なんかその、それこそ須貝じゃないですけど、不正疑惑をされて、こんなんか仕組まれてるんじゃないかな。なるほどね、細工してるんじゃないかね。もう、開けてないやつ持ってきたんですよ。おぉ、こっからお前、そういう開け方すんねん、お前。はい、こっから、あのもう指定してもらった。おぉ、あ、飛ばしたすごいわ、それは。すごいな。すごいな、一回目で全部出るから。黄色二つ、あれたまにね、たまに赤じゃない、赤じゃない、場所でした。でもまあ右の三色のやつもあるね。たまにかぶるんすよ。それちょっと、なんでそれ選んだ。なんでそれ選んだ。たまにね、でもたまにあるんですよ、このレア、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 レアね。一回じゃあ、全部出るか、本当に。レア、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 マジレア、レアというかもだって、マジレアです。一回目でやって。マジレア、マジレア、そうじゃん。マジレア。だこれで分かるじゃない、分かるじゃないですか。一切開けてないっていうのが。いや分かる、知らないもんだって。じゃあどっちからします。言われたもん。あーね。青、青やから面白い。だからすごいけど。青だし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 。この状態から。青だけ。青だけ。青だけ。これ青だけよ。マジで青だよ。もうだいぶ息入れて、マジで息入れてるよ。いますよ、青だけ出します。青だけ頼む。いや、右の黄色がやばい。まだまだ、まだまだ、無理やった。無理か、無理か、無理か。右だけ出ました。なんで青出ない、なんで青出ない。何それ、もう不良品ってこと。確かに。いや、たまにあるんですよ、この出ないやつ、1個だけ出ないっていう。へぇ、一回、もう一回いいですか。おぉ、一回入れば、一回入れば、あー、一回入ればね。ペローって言った、青がピリッて青が、ピリッ。今までなかった分、やっぱ今までなかった分、元気なの。僕だって3個持ってるじゃん。でもやっぱこの青の出方がやぼけって。青の出方がやぼけ。青の出方がやぼけ。全力でいってや。青だけ。なぜ斜めなの。元気、元気、元気。これほんまに取れたんちゃう。これでももうね、時間ももう確かに1本いけましたね。すごいね、やっぱな、芸人さん。集まればどうにかなりますね。なんとかなるんだよ。勝ち込み、どんな風にするかだけ、ちょっとあれですかね、今、どうでしょうか。あの、誰が行くか、みたいな。ああ、
決まった。一応そのカジさんがパナと同じ高校なんで、パナは行きます。まあタムケンさんとあとパナ、この2人は決まってます。なるほど、ね、ありますあります。誰かはそのちょっと やりたいなみたいな、今回とか。ナメさんとかめっちゃ怖いから。新勢力。怖い。怖がらせる。本当怖がらせる。いじめられ癖が。本当は勝ち込みでも。終わらそういう。ほんまだけ。本当喧嘩して勝ったけど。そうだったらナメ連れていくけど。そうじゃなかった時はね。そうじゃないか。マリー。マリー。確かに。もうぜひともお願いします。もうだいぶ治ったしな。マリー。確かに。気はあるね。庄司って、庄司だからなんか泣き芸で行ったの。はい。今からね、勝ち込み行っちゃいますか。行っちゃいますか。行っちゃいますか。大丈夫、他行きたいやつおれへん。そういう感じでいいんすか。挙手制とすか。挙手制とすか。そしたら僕行きたいっすよ。おー、いいかな。全部もう、特技全部やります。おー、ほな見せたろか、ほんなんな。見せましょう。あれ見せたろか。はい、あれ特技って青の、そうですね、青の元気を、元気さを見せます。じゃあ、そのメンバーで行きましょうか。はい、よいしょ。いいじゃん、行かへんの。あ、行きますよ、それ行かしていただけるんでしたら私は行きたって行きますよ。お願いしますよ。もう戦力でもなんでもないね。はい、もうこれしかないんですから、私は。そうやろ。はい、戦力でもなんでもない。耳障りは良かったですけど、よく咀嚼したらなんかもう。いや、だって戦力でもなんでもない怪我してるし。まあまあ、そう、ね、練習もできへんし、はい、それだけが素晴らしくないってことを。そうやろ。あいつらに見せつけてやる。本当に今日勝ちたいんでね、多分。いや、結構流れ変わるかもしれない。本当です。変なメンバーも来て、なんか変なことやってるっていうんで、あっちが浮き足立てば、うん、確かに。マジでピッチにもそういうの現れるんで、うん、ちょっとそのメンバーはマジでやります。行きましょう。本当に勝ちたい今日は。ね。僕も態度させていただきます。頼むで。はい、頑張ります。お願いします。お前先導で。はい、確かに。みんなついてこい。ちょっと用意、ちゃんと用意して。はい、はい、大丈夫。大丈夫です、僕は。いや、全然、はい、勝ち込みますよ。いける。はい、好きにやってる。はい、でもちょっと怖いですよね、そういうの。でも頑張ります。怖いっす。ちょっと怖いけどね、みんなね。勝ち込みやからね。とりあえず、カマして。はい、はい。で、あとは勝つのみね。はい、ありがとう。はい、ちょっとゆっくりしましょう。そうやね、はい、幸先悪いけどこれ。そう、1時間半ぐらい経って結構移動もね、足に来ね、足に来ましたよ。ほんまや、ほんまに職務行っていいですよね。さあ、じゃあ今から第5戦目トップバン戦のスタメンを発表していきます。433なんですけど、相手蹴ってきます。何戦目みたいな感じだと大きくスタメンの感じです。クロスオーバースマイルが初めてセッティングを生まれる瞬間だと思っています。坪井コーチから、おお、メッセージ届いてますので、読んでください。よく聞いた。よく聞いた。全員がベッドのつもりで行ってください。はい、いいですね。えら、遅いなぁ。なぁ、その格好もデニムやないかい。今日はもう敵やからな。もう見てみ、こっち。何よ、なんか嬉しそうに。バンドさん、何をヘラヘラしてるんすか。はい、行きますか。何よ、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 どうだよ、お前。お笑いよね。あー、いいよ。見せてやりますわ。トムリや。やったれ、やったれよ、お前。白羽取りできるイージー真剣白羽取りでございます、はい、さあ、それでは皆さん、ペンペンヘラハイが負けんからな、トップ。はい、はい、はい、絶対勝つぞ。まあまあ、千人から選ばれたらどうか知らんけども。おぉ、知らんけど。おぉ、ずるいぞ、ほんま。ずるい、ずるいわ、ずるいよ。お前、上松もなんかずっとなんか、はい、合宿の時も偉い、はい、ボケ。あ、そうです、しゃがんでた。うん、はい、はしゃいでましたね。あの、グローブ新しくしました。あ、出た。え、ここでやっちゃう。やる気やん。ここでやっちゃう。紅白戦の前半がもしかしたらスタメンかなってちょっと思ってて。あ、はい、そうだ、合宿の時ケイコとマークパンサーで。え、グローブ、そっちのグローブ、そっちのグローブ。なんか心なしか距離遠くないですね、みんなと。そんなことない。意外と離れていってくれないって離れにくい。いやいやいや、ああ、うまいこといかんの。これをずっと仕込んでた。怖
今日はトップ番戦です。合宿終わって、中2日16日トップ番戦です。私はちょっといい私はスマイルズを応援します。おー嬉しい、嬉しい、今日は絶対勝ってくださいね。ありがとうございます。マーク・パンサーです。いや知ってますよ。僕は木更津が大好きでね、今日の試合を見るのも楽しみですけど、木更津のこの空気感を味わうのもすごい楽しみでね。どうもー。マジですか？いいんですか？いいんですか？グローブでーす。中村さん書いてんのかな。そんなことより今日はスマイラーズが試合するって入れてくれてる。いやマジで勝てよな。もうええわ。ありがとうございます。